TRO 太郎です。メイブーさんからの質問です。質問です。予選晴れ決勝雨の場合、ブレーキとラジエーターのダクト変更とフロントウィングのフラップ調整以外認められないことが多いですが、ドライバーがステアリング上で操作可能なデフやブレーキバランス、パワーユニットモードなどのセッティングはそのままなんでしょうか。チーム側が再設定するのか、ドライバーがステアリング上で何とかするのか、なんとなく雨用のプリセットが用意されているのかなど詳しく教えてください。詳しく教えてたら何時間もかかっちゃうね。はい、でタラさんもちょっと読んでてよく分かんなかった。タラさんが理解できる質問にしてくださいね。そしたらほとんどないじゃないですか。確かに。ほとんどひらがなで書かなきゃいけない、小学1年生みたいな。まあ、あの予選と決勝はね、はい、基本的に同じ車で走らなければいけないというルールなんで、セットアップは変えられませんなんですけど、ステアリング上のそのボタンで、まあデフなんとか、デフエントリーいくつとか、デフミッドいくつとか、ブレーキバランスとか、まあ PU のモードとか、まあストラットとかですけど、それは別にあのレース中もガリガリ変えてますけど、全然変えても OK です。なるほど。なのでまあ雨降ってるねとか、ちょっと路面のコンディション悪くて、リアが滑るねとかフロントが滑るねっていう場合は、まあ、あのそれに合わせたデフのセットアップをして、ある程度電子制御の部分で変えてあげたりはしますね。まあ、それはだから、デフォルトのセットアップというか、基本的に今の路面コンディションだとこんぐらいのセットアップがいいよっていうのは、多分データエンジニアがレコメンドはするでしょうね。エントリーいくつがいいよとか、ミッドいくつがいいと思うよっていう、でまあでドライバーもそのフィーリングある程度分かってるから、じゃあそうするかとか、いやそれはやめた方がいいなとか、結局まあ雨なんで曲がる方向には持っていきたいんですけど、曲がる方向に持っていくと今度逆にリアが不安定でブレーキング時とかこう流れちゃったりするので、そのバランスですよね。回答性が欲しいのか、リアの安定性が欲しいのか、それはコンディションとか車の特性にもよりけりなので、まあ、その都度その都度ドライバーが、もちろんウエットコンディションの路面の水の量と、タイヤももちろん摩耗したりとか、発熱したりオーバーヒートしたりもするので、その都度その都度状況に合わせて変えていくっていう感じですけど、それは別にいくらでも変えてもいいんですが、例えばデフエントリー7っていうデータの中身を変えることはできないです。ほう、デフエントリー7ってした時に、リアがこれぐらい滑ります、リアのデフがこれぐらい滑りますっていう数値は、予選前にステアリングというかコンピューターに登録したら、これはもういじれないです、あーそういうことね。だから、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ってあるんですけど、雨が降ってきたから雨用のデフのセットアップをデフエントリー12に入れようと、入れて保存しとこうっていうのは、予選後にやってはダメです。予選前にやっとけば別に問題ないですけど、で雨降ったから予選後だけどデフ12にしてとかって言って、それはできます。まあでも雨用っていうのはあんまないですけどね、多分ね、だからパワーユニットに関してもまあそんな感じですね。だからたくさん用意しとく分には使わないだろうなと思っても、まあ一応、ね、念のため、その保存できるのが12種類あるんだったら、保存しとかない手はないですよ。空っぽにしとくのはもったいないですよね。だからこの晴れ用の車と雨用の車、これ、まあ、この間別の質問箱でもやったけど、なんとかなるってことでしょ。車の物理的なセットアップは変えられませんけど、あの足回り硬くしたり柔らかくしたりとか、車高を上げたりとかできないけど、まあ、デフのセットアップとかは、まあ、ある程度変えられるんで、それを使って、まあ、はっきり言って同じドライの中でもフリー走行の中でも足回りを物理的にいじってというよりは、そのデフとかで結構調整はしてますよね。でどのコーナーでこのデフ使おうとか、あのどのコーナーのこのセットアップにしようみたいな細かいセッティングをしていくっていう感じですね。ということで、多分メムさんの質問にはお答えしていただいたと思います。はい、質問した人が全然分かってないという質問が多いでした。はい、ありがとうございました。